クソジジイの YouTube チャンネル、今日はコメント返しです。BJ1s などのOKヒットは当時どの機材のプリセットを使用されていたのでしょうか。また当時よく使用した機材と音色のプリセットを教えていただきたいですということで、まあいろんな動画でこの話はしてると思うんですけども、なんせもう動画の数むちゃくちゃ多くなってきたんで、もう探すのはもうほとんど不可能になってる。自分でもどこで何の話したのか全然分かってないんで、なんでまあ重複が多くなるとは思うんですけども、知ってる方はご容赦ください。まずOKヒット、OKヒットは赤いのサンプラーの、おそらく赤いのサンプラーに最初からついてたのかな、なんかよくわかんないんだけども、もともとだからなんかベータ版みたいな感じで、エンジニアの野村さんの知り合いの方がなんかいろんなこうサンプラー用にサンプリングした音のそういうライブラリを持ってらして、でそれをなんかもう自由に使っていいよみたいな感じでやっていただいて、でそれが最終的に赤いのサンプラーのデフォルトになったみたいな話はなんとなく聞いたことあるんですけど、本当かどうかわかんないです。はい、知らんけどって感じなんで、まあとりあえずそのプリセットをそのまんま、プリセットっていうのかな、そこに入ってたとやつがおそらくだからその赤いのサンプラー S1000 とか S1100 とかその当時のやつのデフォルトに入ってるそのプリセットの音色を、プリセットっていうかね、赤いのサンプラーはねプリセットないから、あの全部読み込めさないといけないんですけども、おそらく最初にだからそれのプロッピーなのかな、なんか当時だからがついてたと思うんですよね。赤いのね S1000 とかね、全部だからプロッピーのスロットがねついてましたからね、まだあの CDR の時代じゃないんで、それをめちゃくちゃエディットしてます。まず僕のところで、僕がそのマルチテープっていうテープに録音するところで、ものすごくなんかとある場所、トレブルのとある場所をものすごくブーストして、あとはだからめちゃくちゃ上を上げて下も結構上げてみたいな、なんかドンシャリコンみたいな感じ。基本的にはそのレンジは狭いっちゃ狭いんだけども、あのまあ上と下は思いっきり上げてるから、まあね、たまにしか出てこないからね、だから別にねいい音じゃなくてもよくて、インパクトさえあれへんで、であとはだからそれをまた野村さんが吉名にいろいろやっていただけてると思うんですよね。まあね、だからね野村さんとかね対談していただければね、ぜひって感じなんだけどね、そんな感じです。なんで、当時よく使用した機材と音色のプリセット、はい、それは例えばねアローンのピアノとか、あの辺は M1R、 まあ M1 も一緒ですけども、その辺のピアノまあ、まんまじゃないかな、何もやってないんじゃないかな、もしかしたらハイアップしてあげてるかもしれないけども、あとはあの最初からついてるあのリバーブとかは全部あの切ってます。で全部野村さんにお任せしてるっていうパターン、基本的にはもうリバーブはよっぽどだから音色の一部みたいになってない限りは大体全部あの切ってますね。よく使ってたのが M1R がよく使ってたのはスラップのベースの打ち込みの音、例えばだからビーズヤーとかあの辺かな、あの辺は全部 M1 です。あとはとよく使ってたのはオルガンはね、なんかハモンドのなんか電子オルガンのやつとかをミディで鳴らしてたりとかしてたけど、最初の頃はだからっていうかね、初期のビーズにオルガンないもんね入ってないよね。あとは何使ってたかな、なんかねあんまり暗い系の音、趣のある今なら今では今はもうみたいな、あれのイントロとかはもう完全にだから M1 の音ですね。なんか M1 のデフォルト探すとあれ同じ音出てきますよ、なんかいじってるかもしれないけども。あとはね D50 っていう D550 っていうのを使ってて、それは基本的にシンセベースの音、それとあとはディープアナログストリングスっていうやつをものすごくエディットして、白玉っていうふわーって音にしてる、存在感がすごくない音それにして、それはだからそのグッバイマイロンリネス、あのザードのその辺からずっと使ってる音色で、ビーズでも結構いろんなところで使ってたりするんですけども、その音だったりとかします。あとはファンタジアっていうグロッケンの音、シンセグロッケンの音、それもすごくよく使っています。それにアナログシンセを足してる、アナログシンセはジュピター8と、プロフェット5同時に使うことはないですね、どっちかを使ったり使わなかったりみたいな感じで、あとが、DX7 の、ラックバージョンのやつで TX802 だっけってやつです。それは、エレクトリックピアノの、まあだからフルティーンズってやつ、あれだったりとか、まああとはねクラビネットの音、デカ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 ってよく言ってるあのシーケンスの音、あとは例えばねあのゼロのカッコ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 とか、あれとかはねおそらく DX7 の音だと思います。ただ結構だからエディットしてるかもしんないし、あとそのベロシティとかをものすごくこだわって自分の気に入る音のところまで詰めてったりとか、そういうふうなことはしてるんで、なかなかその音色をそのまま使っても ああいう音にはならないよ、へへって感じです。まあ基本はそういうね感性の問題、なんか要はだから耳の中で何が鳴ってるかっていう問題なんでね。
あとは、ミディミニっていうやつが全部シンセベース、後の、まあなんかどっかのアルバムから後なんで、その初期じゃないんだけども、そこから、うん、なんか例えば太陽の小町とかあの辺はもう、ミディミニがあったような気がします。あとは、和解のサンプラー。それだけです。はい。終わりの方で、ローランドの D70 っていうのも使ってますけども、まあそんなにいっぱいは使ってないという感じで、そういう感じですね。なんか、まあまとめて言うとっていうことです。はい、ありがとうございます。